1977年のさらき市駅と周囲約500メートル範囲。上が、幌ロノベ方面。幌ロノベ側へずれた位置に設置された短式ホームを持つ。羽ボロ側に貨物ホームと引き込み線を持っていた痕跡が残っている。さらき市地区の海岸より、浜さらき市と呼ばれる地域にあり、丸松駅と同様に周囲は、落農地帯で、駅前にわずかばかり民家が集まっている。 右に並行して北上する道は、整備前の国道232号。なお、1948年の、米軍撮影航空写真では、駅舎横北側に、多くの木材が望みされているのが確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成さ皿岸駅は、かつて、北海道手塩群手周帳座南皿岸に、 設置されていた日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は差し。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日改定の時刻で上下各一本。所在地名より、アイヌ語に由来するが諸説あり、1973年に、 国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、先うとが由来としている。また、本田ダ三次北海道地名管事会では、酒からという説を紹介している。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、力昼駅と、 ほぼ同系のカプセル駅舎となっていた。駅舎は、構内の南側に位置し、ホーム南側とを結ぶ通路で連絡した。駅舎や駅構内施設はすでに撤去され、2001年時点では、駅前へ続く道路だけが残っている。2010年時点でも同様であった。駅の移行は何も残っておらず、駅跡地は草むらになっている。ありがとうございます。